はい、どうも、こんにちは。おしりです。ブラックです。ということで、今回もセイフともに製品サプリバイやっていこうと思うんですが、今回はですね、初心者の方必見、ゴチャ TV がね、今使ってる操作設定とか、ちょっと紹介していければなというふうに思います。おすすめ操作設定と、e フットボールの、まあ、始め方みたいなのを、初心者の方はもちろんですけど、中級者の人とかでも抜けてるところそうだね。とかあるかもしんないんで、まあ、そこら辺をね、はい、一通り教えていこうかなということで、まずはね、このエクストラというところ、ゲーム設定ですね。これを押すと、6つのやつが出てきて、一番最初にやってほしいなと思うのがこの右上の画質ってやつですね、はい、うん、ここを押してもらうと画質とフレームレートっていうところが出てきて、フレームレートはね 60fps でいいと思うんですよ、うん、ここね30とかにしちゃうとカクついちゃうんで、うん、カクカクする動きになっちゃ う、ね、この画質ですよね。問題はこれ、おもちゃ TV ね、最低画質かっこゲームプレイ優先ってやつにしてるんですけど、これねどういうことかっていうと、高画質でやると結構携帯が早く熱くなっちゃう、うん、特にねそれこそ e フットボールの2022の初期の方とかとてもじゃないけど高画質でできないってなった時に、最低画質でやることによって暑さはね全然感じなくなる。ただ最低画質なんでスタジアムに誰も人がいなかったりだとか、そうだ、これよくコメントで、ね、そう来てた、ね、選手のポリゴンが全員坊主だったりするんですけどそれはこのせいですね。そうだね、この最低画質にしてあくまでもゲームプレイ優先、高画質とか、まあ、標準でもいいんですけど、まあ、それにするとちょっと重い時、そうなった時にやっぱ高画質とか標準とかでやっちゃうとちょっと携帯も熱いし、ゲームプレイ的にもやっぱちょっと重くなる、なんかもっさいそうだよね。そうだからちょっとその負担を減らすためにおもちゃ TV はこれでやってます。続いてですね、プレイ環境、クラシックの方がボタン方式のやつですね。タッチ&フリックっていうのはボタンなしで直感で操作する、どっちがいいかっていうのは両方使ってみて、若干クラシックの方がちょっと根気がいるかな、最初ボタンの位置を配置を覚えるまでにちょっとかかるんですけど、まあそれさえ良ければクラシックの方がいいっていう、ここは本当に人の感覚なんで、方向キー表示っていうのがあるんですけど、これおもちゃ TV は移動にしてます。固定にするとどうなるかっていうと、左のクリクリが動くか動かないかみたいなやつで、これね動かないにしておくと結構ね滑って、あの反応しない時があるんで、やっぱ移動して自分が左手の親指で置いてるところは、まあ常に反応してもらう移動がおすすめです。で続いてカーソルチェンジですね。おもちゃ TV はマニュアルにしてます。でこのカーソルチェンジってのは何かっていうと、自分が操作したい選手を動かすことができるんですよね。それをマニュアルっていうのは手動でやります。でこのオートっていうのは、相手のボールに一番近い選手にとりあえず変わるっていう感じの操作タイプ で、セミオートっていうのはこのマニュアルとオートの中間ぐらいかな、うん、マニュアルみたいにあの自分で操作できる部分もありつつ、まあ、セミオートなんで若干そのオート的にピッと相手の近くに変わっちゃう時もある、うん、初心者の人とかだったら最初セミオートから始めちゃってもいいかな、うん、ただこのオートでやっちゃうっていうのも手なんですけど、上級者になればなるほどマニュアルに行くっていうのだけは覚えておいた方がいいかなと。後々のことを考えるとマニュアルかセミオートぐらいにしておくのが無難かな、うん、この移動入力範囲ですね。多分ね人によって好みが分かれる、はい、これによってね自分のボール持ってる選手のタッチの感覚じゃないけど、うん、要するに左のクリクリの円があるんですよね、うんうん、それが大きくなったりちっちゃくなったりっていうのがここで設定することができて、はい、おもちゃ TV はね普通、それこそ狭い広いで試したこともあるんですけど、落ち着いたのは普通でいいかなみたいな、うん、そう、もし狭いっていうのがいい人がいれば狭いにしてもいいし、うん、個人の感覚かな、うん、クラシック操作だと守備操作タイプ、ボタンの配置が2種選べる、スタンダードとプレススタイルっていうのがあるんですけど、おもちゃ TV はプレススタイルっていうのにしてますね、うん、スタンダードだとマッチアップボタンみたいなのが出てくるんだけど、間違えて押しちゃうことが結構あるし、マッチアップって意外とタイミングシビアで、自分のここだっていう感覚の時に押さなきゃいけないんで、逆にそこじゃない時にマッチアップを間違えて押しちゃうとピンチになっちゃうんですよ ね、 逆にね、だから間違ってもマッチアップが発動しないようにマッチアップの、ボタンがない方にしてます、うん、でボタンコンフィグっていうのは何かっていうと、この、位置だよね、ボタンの位置をこう動かせたりとか、します。ただ、まあ、これもおもちゃ TV は動かしてないです。ある程度最初のあれで慣れといた方がいいと思う。ボタンの濃さですね、 60% でやってるかなと。であとは、まあ、こんな感じでね、やってます。全部オンですね、はい、ここは。ちなみにこれタッチ&フリックにすると、このね下のところは変わらないんですけど、この、タッチ&フリック操作っていうのがね、タッチ&フリックにあって、カーソルチェンジの操作タイプをここで選びます。タップでやるのか、ダブルタップとフリックでやるのかっていうのが分かれてて、タップがオートみたいなもんかな。ダブルタップとフリックっていうのは指で弾いてもカーソルチェンジのことができるんですよ。 どっちかっていうとダブルタップとフリックでやってるかな、うん、カーソルチェンジの操作タイプっていうのはタッチ&フリック操作しかないところなんで、うんうん、クラシックの人は馴染みがないと思うんだけど、まあそうだね、そう、まあどうやって変えるのかみたいなところですね、はい、でこんな感じでプレイ環境は、おもちゃ TV はしてます、うん、続いて
結構ね、動画で質問が多いところ、はい、やってきます。それはね、監督のフォーメーションですね。この褒めどうやってやるんですかみたいなことがものすごく多くて、ゲームプランっていうところを押してもらうと、まあ、こうやってね、自分が今作ってるスカッと、うんっていうのが出てくると思うんですけど、まずねどうやって褒め変えればいいんですかというところなんですけど、はい、これは簡単ですね。監督の場所を押してもらってフォーメーション変更っていうのがあるんで、フォーメーション変更をします。こんな感じでフォーメーションってのが出てくるんですね。442から下の褒めっていうのはいつでも変えることができる褒めになってます。もうだからもう常に搭載されてる、そうだね、褒めで、今回のじゃあ褒めっていうのを見ていくと、これ4222これってあるのっていう感じなんですけど、実は4222ってないんですよ。初期の搭載されてる褒めではない、はい、初期に搭載されてない褒めって何の褒めなんだっていうのが結構多分みんなこんがらがっちゃうところで、ね、でこれっていうのがどういう風に決まってるかっていうと、このチーム、これだったら国かな、はい、スコットランド、国とかチーム別にあの褒めっていうのがあって、それによって特殊褒めみたいなのを自分のスカットに入れることができると、はい、だから4222っていうのもどっかのチームを自分のチームにすることによってその褒めを使うことができる、はい、例えばなんですけど、スコットランドの褒めっていうのが何かっていうと、それを初期設定にするとこう出てくるわけですね、はい、実はスコットランドの褒めっていうのはワントップ 2MF 型の5バックの監督なんです、うん、だからこれで、結構変えていくっていうのが褒めの変え方だから、このチームっていうのを結構コロコロ変える、うん、チームの変え方はユーザー情報からこのドリームチーム、はい、今だったらスコットランドになってるよね、うん、ベースチームっていうのを選べるんですよね、はい、でここを変えることによって褒めが、初期設定っていうのを押してもらうとコロ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 変わってきます。フランスとか設定されるとフランスっていうのが出てきて、ベースチームが今フランスになってます、はい、さっきと同じような感じでフォーメーション変更で、さっきと同じような初期設定にすることによって変わります。今のデシャンだったらワントップ 1ST 型の4132かなっていう感じに変更することができる。こんな感じで、特殊褒めっていうのが使えるようになる、まあ、もうちょっと TV の動画でもそうなんですけど、大体それができるベースチームっていうのを紹介してると思います。そうだね。もう一個が保存する方法ですね、はい、よくねこれ保存しといた方がいいですよみたいな、はいはいはい、保存って何なんだっていう話なんですけど、チーム押してもらってチームメニューの方からゲームプランリストっていうのがあるんですよね、はい、でゲームプランリストっていうのを、押してもらうとこんな感じで、まあ、ウィーでやってた人だったら分かるけど、うん、スカットリストみたいなのがあるんですよ。でこれが全部で10個かな登録することができます。だからこれを登録しとけばいちいちね変える必要もなく、例えばねこういう保存しておくとすぐね切り替えることができるんですよね。例えばこのワントップ 2MF 型に、決定するともう褒めが変わったよね、はい、さっきフランスの褒めだったけどワントップ 2MF 型の褒めになるわけです、はい、でベースチームは変わんないんですけど、これはねフランスの褒めじゃないじゃん、ポルトガルの褒めです。そう、これ実はポルトガルの褒めで、だからこういう風な感じで褒めだけを残すことがこのゲームプランリストを活用することでできるんですよね。ポルトガルのベースチームを使ってないのにもかかわらず褒めだけ残せるんで、いいなと思った褒めはゲームプランリストでそれを保存しておく、うん、保存の仕方はこんな感じで新規作成みたいなのがある、うん、新規作成するとまあこう作成ができるんで作成してもらって、そうするとね今ゲームプランにあるこのスカットを保存できるよ、はい、保存してくださいっていうのはこういうことですね、うん、褒めがねライブアプリが今ないんでコロコロ変わらないんですけど、はい、ワールドカップの期間とかは国でもコロコロ変わってたし、リーグ戦が始まるとまたねクラブチームの監督っていうのが褒めをコロコロ変わるんで、あこれいいなとかこれ使いやすいなっていうのはこのゲームプランリストに保存しておくっていうのがおすすめです ね、はい、でちょっと一つ注意点なんですけど、でこの褒めがもう先週で取れなくなっちゃったみたいな、はいはい、今は取れない褒めっていうのが結構あるんですけど、うん、それをねこのゲームプランで設定してるときに間違えて他の褒めにしちゃうと、はいはい、もう二度と帰ってこなくなっちゃうんですよ。もし珍しい褒めが あったとしたら、ゲームプラン中はそれを変えない、変えちゃうと消えちゃうから、そうだね、そうもう二度とゲットすることができない褒めになってるんで、だからそれは変えないでそれだけ設定をしておいて、後で試合中に褒めを変えたいなっていうときは、試合中大丈夫、そう褒めを変えたいなってときは試合中に変えてもらえれば、うんいいんで、そこだけね一つ気をつけてもらえればなと、はい、であとまあちょっと分かんないなっていうところがあれば、どこを見ればいいかっていうと、このエクストラのこのヘルプっていうところで遊び方っていうのがあるんですよね。そうするとこれは何を意味してるかみたいなのが、出てくるんで、選手のプレイスタイルについてとかこんな感じで説明してくれてます。なんでまあここで、見てもらえればあらかた分かるかなと、であと
簡単になんですけど、はい、チームプレイスタイル何ですかって、来るんですけど、ずっとショートカウンター、初心者から上級者までおすすめなのが、まあ、ショートカウンターかなと、まあ、一番人気ですね、うん、一番作りやすいし使ってる人も多いし、多分ね攻めやすさ守りやすさどっちとっても、おそらくショートカウンターが、やりやすいんで、まあ、大体はショートカウンターを選択してますっていうのが、はい、まあ、おもちゃ TV の、設定ではそうですね。ということでね、まあ、おすすめ設定みたいな感じで紹介してきたんですけど、はい、まあ、この他にももしね、なんか気になることがあればぜひコメント欄で教えてもらえるとありがたいなというふうに思います。この動画が良かったと参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。どうしよう、さらっぽー。